読み大草原の小さな文庫。破壊、加藤和夫。未来に黄金世界を望むのではない。ただ現在の不合理を破壊しようとするのだ。私はユートピアンではない。ただ衝動に効く男だ。社会制度が人間の意識を支配するが、そしてそのゆえに今の社会制度を破壊するが、さりとてさらに良き社会制度を立てるのが私の唯一の、そして究極の目的ではない。まず破壊するのだ。すると新しい制度はおのずから生まれるだろう。生命は流れる水、制度は流れゆく水の道、溝、谷、小川、大川。生命は常に改まりゆく。改まるごとに新しい道を開く。土を流し、小石を押しのけ、岩を砕いて、破壊から